吉谷さん、さすがですね。やっぱね、この年齢でいきなりオーディション受けたらどうなるのかって面白いでしょ。で、私がオーディション受けるだけじゃなくて、これ塾生にも呼びかけてね、全員速稼塾 YouTuber がオーディションを受けるみたいな企画になりました。で、みんなでね、オーディションを受けるんですけど、もう一次審査通過した人もいて、私の場合は今日なんですけども、通過したら東京で次の審査らしいんですよ。東京行くことになりますね。いや、面白いですね、なかなかね。ということでね、まさにネタは自分で作り出せ。意外な行動をすると人目を引く。そして私はですね、オーディションのまずはね、選考の電話があったんですよ。最初の PR 電話が、その電話で YouTube やってますって言ったら、チャンネル登録その人してくれて、 Instagram もフォローしてくれて、でしかもそのことを放送したらまたね、フォロワー増えてみたいな感じで、アクションを起こして、いやいや、私 YouTube やってるんで、 YouTube こういうチャンネルあるんですよって言ったらね、見に来てくれる人がアクセスが集まるみたいなね。で、会場に行って自己紹介、 YouTuber の久保です、速稼塾の久保です、 YouTube チャンネルやってますっていう風な自己紹介しますよね。もちろんむしろそっちが9割じゃないかっていう風なね、そんなことでございます。ちなみに今日ね、大好きなアイスを食べるんですけども、アイスクリームってなんか4種類ぐらいあるらしいんですよ。これはアイスクリームってやつで、まあ食べてもいいらしいんですよ、ハーゲンダッツと。これはあとね、ラクトアイスってのはちょっと有害っていうかね、あんまり良くないらしいんで、ラクトアイスは避けて食べた方がいいです。ラクトアイスってのは書いてますからね。で、あとアイスミルクってのもやめた方がいいらしいんですよ。だからこう、アイスクリームの中にも4種類ぐらいあって、全部表記があるんですけども、アイスクリームって書いてるやつはまあいいらしいんですよ。それほど健康に悪くないと。でも他のはちょっと悪いらしいんで、なんかそんな情報をね、耳にしました。ということで、ネタはいくらでも作れるということでございました。じゃあ、いただきます。